yesterday. There was sun and there was rain. Beauty in the mundane.どうもこんにちは、モノグラフの堀内です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日はですね、こちらについて話そうと思います。じゃじゃん、AirPods 2と、こちら BOSE の、クワイエットコンフォートの、2ですね。こちらの2機種が両方ともね、完全ワイヤレスのイヤホンなんですけれども、発売タイミングとか金額ですね、この辺がこう似てるっていうのと、あとはどちらも、ノイズキャンセリングですね、超強力なノイズキャンセリングを売りにしているっていう、この2機種、ね、どっちを買った方がいいの、どっちの方が優れてるのっていうのを、結構僕のこのね、コメント欄でも聞かれますし、いろんなところでもね、目にする耳にする内容なので、今日はですね、まあ、僕なりに、この2つ、それぞれ比べてみて、まあ、どっちがどういい、僕はどっちを選ぶのかっていう話をねしようと思います。なので、ぜひですね、今年のイヤホン何しようかな、今年のノイキャンね、どれがいいのかなっていうふうに、迷っていた方はですね、こちら見て参考にしていただけると嬉しいです。それでは始めていきましょう。まずは、こちらハードのね、ところについてお話ししていこうかなと思います。サイズ感のところですね、AirPods Pro 2に比べてこの BOSE のね、クワイエットコンフォートはちょっとね大きいですね。こんな形で、サイズもね一回り大きいですし、厚みっていうところもやっぱり AirPods Pro 2の方がですね、薄い作りになっております。なので持ち運び携帯性っていうところでいうと、これはかなりいいと思いますし、まあ、なかなかね、この AirPods ぐらいちっちゃい、ケースも含めてちっちゃいこの完全ワイヤレスイヤホンってなかなかないので、まあ、このコンパクトさっていうだけでも僕はかなりこの AirPods Pro 2はね魅力的だなと思いますね。はい。で、あとこのねケースの違いで言うと、こっちはねストラップホールがついているので、こんな感じで、穴からねストラップ通せますし、あと音が鳴ります。これね、開いたり閉じたりとか、あとはこう充電をしたりした時にですね、ここの本体からねピンってね音が鳴ったりとか、あとはこうなくし物検知の機能があって、スマホの方からですね音を鳴らしてこう探すことができるっていう、まあケースのねところで結構ガジェット味があるところですね。で、あとまあこちらね、クワイエットコンフォートに関しては、この充電の端子が USB-C なんですね。こっちがライトニングに対して USB-C なので、まあ、比較的ねこうケーブルの汎用性っていうところで言うと、まあ、こっちの方がね、使いやすいんじゃないかなと思いますね。重さはね、まあ、どちらもまあ同じぐらい、持った感じは同じぐらいっていうところですね。で、本体出してあげるとそれぞれねこのような形になっていますね。まあ、サイズ感はね、まあ、そこまで耳に入れた感じはね、変わらないかなと思うんですけれども、どちらも IPX4 の防水性能を持っているので、まあ、多少のね水濡れには強いっていうような作りになっています。ここね、ちょっと裏側見てもらうと分かると思うんですけれども、これイヤーピースですね、耳の中に入る部分なんですけれども、まあ、どちらもちょっと楕円型なんですけれども、こちらの、BOSE の方がですね、若干こう楕円が大きいかなっていうようなね作りになっていますね。で、このイヤーピース、この AirPods はねちょっと特殊なんですよね。専用の、こういったねパチッとくっつく機構のイヤーピースになっているので、この AirPods Pro の規格に合ったイヤーピースしかこれつけることができないんですね。まあ、なので結構このイヤーピースの種類というのは限られます。で、対してこの BOSE の、クワイエットコンフォートの方なんですけど、これステムがね一応楕円型なんですけれども、ある程度伸縮性のある、これねイヤーピースだったら、まあ、例えばこのコンプライの、このトゥルーワイヤレス用のものがあるんですけれども、こういったものであればちょっとねグッと力を入れてあげれば、これでこうやってくっつけることができるんですね。このウレタン製のフォームなんですけれども、これでね音質もね、全然問題ないです。あの音漏れとかもせずに使えるので、多少ねちょっと合う合わないはあると思うんですけども、幅はね、広いと思います。このイヤーピースので、これとか他にもヌアールのマジックイヤーとかですかね、これも一応入ります。まあ、入って、まあ、こんな感じでねつけることは、できますけど、ちょっと引っかかりがね弱いので、抜け落ちやすいなっていう印象はちょっとありますね。まあ、なので、まあ、これもまあ変えられるけど、まあ、合う合わないは結構あるので、ここはちょっと自己責任でねいろいろ試してみてください。で、続いて電池持ちですね。これどちらも、イヤホン単体、こちらの単体だと6時間の連続再生が可能です。
で、こちらの AirPods Pro 2はケース合わせると30時間ですね、合計30時間これ音楽を聴くことができて、こちらの Bose はですね24時間になってます。なので、バッテリーの、ね、性能としては AirPods Pro の方が、ね、いいと思います。まあ、こっちの、ね、AirPods Pro が、ね、2になってだいぶ伸びましたし、まあ、それに対して、ね、Bose の方はあんまりこう、ね、電池持ちっていうところが伸びてないかなっていうような印象でした。で続いて接続のコーデックなんですけれども、これは、ね、どちらも Bluetooth 5.3 最新の規格のものを対応しているので、まあ、非常に、ね、遅延は少ないですし安定した、ね接続っていうのをすることができます。で、まあ、一応 5.3 が、ね、あの LE オーディオとか次世代の規格に対応するんじゃないかなというふうに言われているので、まあ、そのところを、ね、見越した仕様なんだと思います。でどちらも SBC と AAC っていう、ね、コーデックを使ってますね。まあ、ここに関しては多分、まあ、この2機種は、ね、将来的にも aptX とか LDAC とかそっちの方には、まあ、いかないんじゃないかなっていう、ね、気がしてます。であとね、まあ、これも結構ね大事なポイントだと思う方ね多いと思うんですけれども、ワイヤレス充電ですね。こちらの AirPods Pro は、対応してます。でこちらのね Bose の方はワイヤレス充電はついておりません。これ前作はねついてたんですけど、なぜかね今作からはねつかなかったっていうところですね。まあ、僕はあんまりワイヤレスね充電することは少ないんですけれども、まあ、充電をねワイヤレスで統一している方とかもね一定数いると思うので、まあ、そういう方はね AirPods Pro の方がねいいんじゃないかなと思います。続いてパーソナライズの機能ですね。まあ、それぞれの人の耳の、ね、形に合った音楽を再生してくれるような設定というものが、ね、どちらの機種にもありまして、まあ、それが、ね、ちょっとやり方が違います。こちらの AirPods Pro 2はですねスマホと連携をして、まあ、iPhone を、ね、使ってこの耳の写真を撮ってその、ね、形を計測してより最適な、ね、音作りをしてくれるというものになってまして、一方こちらの、Bose のですね、クワイエットコンフォートはこれ結構いいなと思ったんですけど、こうやって耳の中にギュッと入れるとブーンっていうね低音が鳴るんですよ。ブワンっていうのが今鳴ったんですけど、これによってその音のね反響ですね、この出した音の反響というのを自分で計測して 0.5 秒ぐらいで計測をして、毎回ね耳の穴のね形の状態に合わせてこれ調整をしてくれるっていう機能があるんですね。これね一応名前がカスタムチューンテクノロジーっていうらしいんですけど、これはめちゃめちゃいいなと思いました。まあ、今までいろんなイヤホンでこういうカスタムの機能とか耳にね合わせる機能ってあったんですけど、まあ、いちいちね設定するのがめんどくさかったりとか、まあ、その設定も合ってるのかなっていうのが、まあ、ちょっと不安に思うこともあったんですね。なんですけどこれは本当にもう耳に刺すだけでそれで毎回測定してチューンアップしてくれるので、こんなに手軽なことはねないなと思いました。もう全イヤホンこれにしてほしいなっていうぐらいすごくねいいソリューションだなと思います。続いてデバイスに接続した時の、まあ、切り替えのしやすさというか接続性の良さですね。まあ、さっきも言った通り Bluetooth 5.3 なのでこう切れたりとかね、こうブツブツしたりっていうところの、煩わしさは全くどちらもなくてすごくね安定をしています。で、そこからデバイスの切り替えなんですけど、こちらの AirPods Pro 2はね、まあ、やっぱり Apple 製品なので、まあ、Apple の中での切り替えっていうのは非常に、楽ですね。こう、まあ、MacBook、iPad、iPhone ですね、まあ、これでこう使いたいデバイスを開いた時に、まあ、自動でねそちらの方に切り替えてくれたりとかっていうことがあるので、非常にね、このエコシステムの中で使う分にはすごくねいいと思います。でこちらのねクワイエットコンフォートに関してはデバイスのね自動での切り替えっていうのはありません。あのそれぞれのデバイスの方でつなぎたいときにこれつなぐっていう形になってるんですけども、僕はまあそれでもね全然いいかなと思っていて、まあ、AirPods Pro も自分がこうつなぎたいデバイスじゃない方につながっちゃうこととか結構あるんですよ。まあ、必ずしもねあの自動で接続しなくてもいいかなっていうふうには思います。でプラスねこっちがいいなと思ってるところはこれね接続した時こう耳にはめた時に今何のデバイスに接続してるかっていうのを音声で喋ってくれるんですよ。 MacBook Pro にね接続してますとか、こちらの iPhone にね接続してますとか、スマートフォン Galaxy に接続してますとかっていうのをこう音声で一回教えてくれるので、まあ、すごくねこう安心感があるんですよね。あ今こっちにねつながってるんだっていうのをしっかり認識した状態でこれね、音声流し始められるのでこれもねいい機能だなと思いました。これも全デバイスにつけてほしいなっていうぐらいのね機能ですね。で続いて操作性ですね。この耳に入れた時の、使いやすさっていうところなんですけども、
ちょっとこの、ね、左耳に AirPods Pro で、右耳に、ねこの Bose っていうちょっとこのキメラ状態で使ってるんですけど、これね基本的な操作はね、そこまでね変わらないですね、どちらもこのイヤホン側から、曲の再生停止で曲送りで、この AirPods Pro からですねこの、スライドで音量の調節が、ね、できるようになりました。でこちらの Bose もね同じで、タップで、これね再生停止で、こちらのスライドで音量調節っていうね、使い方になっています。で、まあ、1個違いとしてはこちらの AirPods Pro はねこうカチカチっとねこう指でつまむタイプなので、まあ、例えば手袋とかねしててもこう操作がしやすいとか、そういったねメリットはあると思います。まあ、スライドはねちょっと多分反応しないと思うんですけれども、まあ、この物理でねカチカチできるっていうところですね、まあ、これは結構好みかなと思います。人によってはこのつまむのがね、結構動作ね面倒くさいとかって方もいると思うので、まあ、大体どちらもね同じような操作することができます。続いて、音質の部分ですね。まあ、イヤホンとしてはすごく大事な、ねところだと思うんですけれども、まあ、これに関してはですね、まあ、前作の AirPods 1と、クワイエットコンフォートの1ですね、ここで比較するのであれば、まあ、圧倒的に、ね、Bose だったなっていうふうに思うんですけれども、今作はね結構肉薄してます。というか、まあ、それぞれねいい感じに特性が分かれてるなというふうに思いますね。こちらのね AirPods Pro 2、今回からね、まあ、ドライバーとアンプが変わって、まあ、チップも変わって音質がね、ちょっと良くなったんですけれども、まあ、どこが良くなったかっていうと、前作に足りなかった、まあ、低音のね、厚みというか広がりみたいなところがちゃんと上乗せされて、でそれでいて、まあ、中音域の、ね、こう抜けですね、こう、まあ、明瞭感というかしっかりねこうね、頭の中に届くような感じっていうところが、ちゃんとチューンアップをされてすごく聞きやすいイヤホンになったんですよね。なので、例えばこうね人の音声とかあのポッドキャストとかガイダンスとか、まあ、あとボーカルのものとかね、そういったものを聞きたいっていう方に関しては結構ねいいイヤホンだと思います。かなりいいイヤホンだと思います。で、それに対して Bose はね、まあ、どういった音かというと、まあ、特有の本当にこう沈み込むようなこう厚い低音っていうところですね、それでこうね音場をしっかり作って、くれて、その中でこうしっかりしたとした空間の中で、音楽をね展開していくっていうのがやっぱりねこの Bose だと思うんですけれども、やっぱりその特徴がねすごくよく出ています。なのでしっかりね包み込まれるような良さがありますし、音楽としてねすごく心地いいんですけど、まあ、その分ねこう声の明瞭さとか中音域のこうきらびやかさみたいなところは、若干ねこう、まあ、特性なんですけどこう抑えられてるというかまろやかに感じるので、まあ、音声コンテンツっていう形だとあの AirPods Pro の方がね、使いやすいかなっていう気はしますね。なのでここもね割と好みによって分かれるというか、まあ、声聞きたいならこの AirPods で、音楽全体でねこうね、場として楽しみたいんだったらこの Bose っていう形で、まあ、そういった形でね選んでもらうのがねいいんじゃないかなと思います。あとこの音楽体験、音声体験というところで言うと、まあ、AirPods のね、まあ、専売特許というか AirPods しかないもので言うと、あの空間オーディオですね、これあの対応の、まあ、音源映像っていうものをこう視聴するときに、よりね 3D の立体空間でこう自分のこのね顔の動きとか場所に合わせて、こう音がねいろんなところから聞こえるようになるっていうようなねものになっています。まあ、これをね日常的に使うっていう方はやっぱり AirPods Pro の方がいいなと思っていますね。で、まあ、ただ僕はなんですけども正直その対応のねコンテンツっていうのはあんまり見ないですし、あとこのね対応の特に音楽ですねの方で言うと、あの空間オーディオ確かに体験としては面白いんですけど、あの音楽を聞くときに果たしてステレオよりも音質がいいかっていうとそうじゃないんですよ。やっぱりこのね一般的にリリースされてる音源ってステレオ中心でチューンアップされてるんですね。まあ、なので実際こう聞いてみるとステレオで聞いた方がより迫力があるなとか、しっかりねこう音がね聞こえやすい作りになってるなって思う曲がたくさんあるので、まあ、一概に空間オーディオが使えるからいい音で聞けるとかこうねいい体験ができるかっていうとそうでもないんですね。なのでこう空間オーディオに対応しているこう音源かつその中でも、相性がいいコンテンツっていうところにはすごくねこれいいと思うんですけれども、まあ、その数がねまだそんなに多くないかなと思うので、僕はねその空間オーディオのために、これをね使うかっていうとそこまではねちょっとまだモチベーションがいってないなっていうのが正直なところです。はい、続いてちょっと別日撮影なんですけれども、ここからはノイズキャンセリングですね。まあ、ここ一番気になる方多いと思うんですけれども、ちょっと比較をしていこうと思います。まあ、これに関しては、Bose のね、紹介した時の動画でお話をしたんですけれども、今回ねこの
AirPods Pro 2、めちゃめちゃねノイズキャンセリングが素晴らしく、強い強化された、まあこの時点でね最強って言われてたものなんですけれども、それをね、超えてると思います。これ、現時点で、本当の最強はね今こちらになったんじゃないかなと思ってますね。こっちの AirPods Pro 2の時点で非常にこう強くって、まあ低音ですね、こう電車の音、車の音とか人の足音とか、そういったものはねごっそり消してくれて、でプラス、まあ、高音のですねちょっとキンキンするような音もこれね消してくれて、でプラス中音もかなり前作に比べて通しにくくなってるんですけれども、ちょっとまだね聞こえるなっていうところはあったんですね。まあ、カフェで人が話してるときはちょっとそのね話し声が入ってくるなっていう風に感じていたのがこちらの AirPods Pro 2。それに対してこちらの Bose のクワイエットコンフォートはですね低音も高音も綺麗に消してくれますし、それに加えて、まあ、本当にね中音域ですね、一番ノイズキャンセリングが聞きにくい部分なんですけども、人の声ですねこれもかなりカットしてくれます。本当に隣で人が喋ってても、まあ、ちょっと聞こえはするけど内容はほぼわからないぐらいの感じで、これね聞かせてくれますね。そのノイズキャンセリングの力ですね、まあ、ちょっとどんなもんかね、見ていこうかなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、やってみようかなっていうのが、これ音声ですね、今、YouTube の方音声流してどれぐらいの音量で僕が、これ聞こえるかっていうところちょっとやってみようと思います。全然聞こえないです。多分僕のマイクはね拾ってると思うんですけど、まあ、これぐらいかな、今ちょっとなんとなく声が聞こえてて、そうですね、まあ、でも内容はちょっと分かんないかなぐらいですね。これぐらいの声で AirPods Pro、距離ね、話してて音声が聞こえるかなっていうところですね。対して、こちら Bose のクワイエットコンフォートですね2の方をつけてみようと思います。で、これでノイズキャンセリングがオンになりました。めちゃめちゃ静かですね。本当に周りの音全く今聞こえてないです。結構ね僕の家風の音とかするんですけどそれも、してない状態ですね。で、今ちょっとね流してみます。はい。で、これさっきの、AirPods と同じぐらいのね音量で流してるんですけど、明らかにねさっきよりも、音が聞こえづらくなってます。本当にこう遠くの方に聞こえるというか、一切ね内容はわからないぐらいですね。で、もうちょっと上げて、こんぐらいかな、こんぐらいだと、さっきの AirPods と同じぐらいの音のね、鳴り方っていうことなので、音のねメモリで言うと、まあ、この Galaxy なんですけど10段階中のまあ2ぐらいかな、2ぐらいは人の声を、よりねノイズキャンセリングというかカットしてくれるなっていうふうに思いますね。本当に綺麗にねこれ周りの音がわさっと聞けるのでちょっとね感覚おかしくなりますね。映画のこうなんかね、ムービーだけ流れてるけど音声止まってるみたいなシーンに感じるというか、本当にこう静寂をね追い求めたい方、とにかくノイズキャンセリングの、効力ね一番強いのが欲しいっていう方はもう間違いなくねこれだと思います。まあ、他のいろんなねイヤホン僕試してますけどノイズキャンセリングの能力に関しては少なくとも現時点ではこの Bose のクワイエットコンフォートがもう低音から中音高音全てにかけて一番だなと思いました。でそれに加えてこちらはね後でちょっとお話しするノイズキャンセリングのカスタムですね、これも行うことができます。それはちょっと後でお話しするんですけども、あとね、前回の動画質問があったホワイトノイズ聞こえますかっていうところですね。これ実際にこのノイズキャンセリングをオンにした状態でこのね何も再生しない状態で今耳に、ね、つけてるんですけれども、僕はねホワイトノイズ全然ないと思います。本当にあっても本当にかすかなレベルかなっていうぐらいでホワイトノイズは全く僕気にならないですね。多分ねなんか一応コメントだと一部の YouTuber さんがホワイトノイズあるっていうふうに言ってたらしいんですけど、僕は少なくとも僕のこの答えはホワイトノイズはねないんじゃないかと思います。本当に静かな状態、静寂な状態がねこの中に耳の中にね今ありますね。でこのノイズキャンセリングと、まあ、セットでね語られるのが外音取り込みなんですけれども、まあ、外のね音をどれだけね自然に聞こえるかっていうもので、これに関して言うと僕は AirPods Pro の方がね、いいかなと思いました。まあ、こっちもねかなり優秀なんですよ。Bose の方も、非常に優秀で、まあ、AirPods の第一世代と同じぐらいの感じかな、それぐらいの自然なね外音取り込みっていうのはこれもすでに実現してくれてます。なので、まあ、普段の日常生活とかだと全然これで困らないですね。
で、ただその AirPods Pro 2はそのさらに上を行くというか、もうより自然で本当にこう何もつけてないような感覚、もうまるで耳っていうかね、もはや耳ぐらいの感覚で使うことできますね。むしろこう人の声とかかなりくっきり通してくれるので、補聴器的な感じで使えるんじゃないかなっていうぐらい、外音取り込みはね優秀です。はい、今外ですね、ちょっと外に来てマイクの音声をね、ちょっと取ろうかなと思って、こちらね、AirPods Pro、まずは、つけてお話をしております。暑い。このカフェの外にいるんですけど、テーブルが灼熱の暑さなんですけど、今ちょっと結構車通りとかもね、多くて、かなりノイズは大きい状況です。正直、普通に、してたらね、声とかなかなか聞こえづらい状態なんですけど、工事とかもね、ちょっと想定してるんですけど、その中でね、今お話をしております。まあでもね、やっぱりノイズキャンセリング効いているので、そこまでね、僕はそう思わないんですけど、これ外すと結構うるさいですね。はい、こちら AirPods Pro 2の音声になりますね。はい、対してこちらは、Bose の、クワイエットコンフォートですね、2の方でお話をしております。どんな感じで聞こえますでしょうか。いやー、今ね、本当に気持ちいい気候になってきましたね。まあ、日差しはちょっと暑いんですけど、風がだいぶ気持ちいいので、まあ、外でもね、作業しやすくなったんじゃないかなと思います。いやー、本当これぐらいの気候がね、ずっと続いてほしいなと思いながら生活してるんですけど、今結構電車とかが通ってて、後ろ通っててうるさいんですけど、どんな感じで聞こえますでしょうか。今車もね、通って、結構騒音はしていると思います。アーティストです。こちら、Bose の、クワイエットコンフォートの、イヤーバッズ2ですね、でお話しした音声です。先ほどは外でね、お話ししたので、ちょっと静かな室内の方でこちら、マイクの音声ですね、ちょっと聞いてみようと思います。こちらが AirPods Pro 2の方でお話ししている音声です。周りのノイズは少なくて静かなところで、今撮影をしております、録音しております。どんな感じで聞こえますでしょうか。こちらですね、AirPods Pro 2の方でお話をしている音声になります。はい、こちらも、静かなところですね、こちら Bose のクワイエットコンフォートイヤーバッツ2ですね、こちらの方をつけて今お話をしております。どんな感じで聞こえますでしょうか。こちらがですね、 Bose の方になります。さっき僕が聞いた感じで言うと、ノイズの耐性はなんとなく Bose の方が、ね、いいかなと思っていて、で、このね、静かなところでの音の解像度というか、声をね、しっかりこう綺麗に集音してくれる能力としては AirPods Pro の方が強いのかなっていうところで、結構ね、どちらも一長一短があるかなっていうのが僕の、感想でした。こちら AirPods じゃない、こちら、Bose の Quiet Comfort の方で今ね、録音しております。で、最後に、カスタマイズ性の項目ですね。まあ、さっき言ったそのイヤーピース変えられるとか、こうハードの、ね、カスタム性の話もありますし、プラスね、まあ、こういったアプリとかね、システムによるカスタマイズですね、これもすることができます。で、 Bose の方はこんな感じでイコライザーが用意されていて、まあ、そんなに項目は多くないんですけれども、低音、中音、高音ですね、ここに分かれて、これカスタムをすることができるので、まあ、自分の好みの音色作りっていうのは、比較的ねしやすいんじゃないかなと思います。まあ、AirPods でも多少ねイコライザーの機能、この Spotify とか各アプリであったりはするんですけど、まあ、それもアプリごとでね、変わっちゃいますし、まあ、本体をねいじれるってわけじゃないので、まあ、ちょっとした味付け程度かなと思います。で、アプリで言うと、さっき言ったねノイズキャンセリングのこれカスタム、これもすることができます。まあ、この Bose のクワイエットコンフォート、非常にこのノイズキャンセリング能力が強いので、まあ、聞きすぎちゃって怖いって人もね確かにいると思うんですよ。なので適度にこうね、聞かせられるように、こう自分でカスタマイズができるんですね。で、それを例えばね、こうウォーキングとかね、こう通勤とかっていう形で名前をつけてモードとして登録しておくことができるんですね。で、その、登録したモードをここで切り替えることができるので、例えば、ノイズキャンセリングモード、そしてこう通勤モードで、最後にこう外音取り込みモードっていうね、この3つのモードをね自分でこうカスタマイズして作って、このねシーンに合わせてこれを切り替えるとか、そういったことができるのは非常にこうね痒いところに手が届いてるなと思いますね。AirPods の方はもう2択なんですよ。もう完全にこう音を消すか、周りの音を取り込むかっていう間のところは狙うことができないので、そういったところで言うと Bose はねすごく使いやすいなと思います。
で最後に比較項目価格ですね、これ AirPods Pro 2が定価 39,800円で、こちら Bose がですね 36,300円ということで3500円の、違いがあります。まあそんなに、ね、大きな差ではないんですけれども、若干ね Bose の方が安いというところですね。どちらも人気があるメーカーなので、まあ、リセールバリューというか、まあ、またね中古で手放す時もそんなにどちらも値下がりはしないので、まあ、ここはね Apple 製品だからとかね、そういったアドバンテージもそんなにないのかなとは思います。はい、ここまで各項目ね、お話をしてきたんですけれども、それぞれね、まあ、より優れてる、勝ってるなっていう項目で言うと AirPods の方が、まず充電持ち、そしてワイヤレス充電に対応していることで、外音取り込みの自然さで、Bose の方で言うと、まあ、やっぱりノイズキャンセリングですね、ここは買ってますというところと、あとはカスタマイズ性ですね、まあ、自分好みにより調整しやすい、まあ、ハードの面もそうだし、このソフトの面もそうだしというところで、こちらは Bose の方に部があるんじゃないかなと思います。であとはまあ3500円なんですけど価格が安くて、あとはまあこれは個人的な、ね、意見なんですけど、USB-C が使える MacBook とか、iPad と、ね、同じケーブルで、併用ができるというところですかね。はい、でまあ、なので、どちらが、ね、圧倒的に優れている確率にこう、ね、正解というわけじゃなくて、まあ、どちらもこう良さと、ね、特徴が、ね、あると思います。まあ、なのでこう人によって、ね、まあ、メリットが分かれると思うので、まあ、自分だったらこのメリットデメリットを比べてみてこっち選びますみたいな方で、選んでもらえれば、ね、いいかなと思います。でもし皆さん、ね、この2つだったらどっちがいいかってちょっと聞いてみたいので、コメント欄で、ね、あのこの、ね、並べてみるんだったら私はこっち選びますという意見がもしあれば、教えてください。で、まあ、その上でね、あの両方ともいい製品っていうのはね、まあ、間違いはないんですけれども、あのその上で、どっちが僕はどっちを選ぶのかっていうのをね言うのが僕のまあ役割かなと思うので、まあ、僕はねそうだな、まあ答えというか、言ってしまうと、まあ、多分皆さんもねうすうす気づいてたと思うんですけれども、こっちですね、 Bose の、こちらのクワイエットコンフォートイヤーパッド2をまあ、使おうかなと思います。まあ、一つはやっぱりね、あの僕イヤホンはまあガジェットでありつつやっぱりこう楽器だと思ってるので、音がね、よりこう没入感があってしっかりこう楽しめるっていうところで Bose の方が音色が好みだっていうところと、まだ USB-C ですね、これもでかいです。あのワイヤレス充電はねこれついてないんですけど、ワイヤレス充電使えるよりは USB-C の方をね僕は優先したいなと思う派なので、まあ、Bose かなと思っております。まあ、ノイズキャンセリングはねどちらも強力なので、あのまあ、AirPods Pro 2でもね全然いいかなと思うんですけど、まあ、より強力なのであれば、やっぱりそちらの方をね選びたいなということで Bose をね選ぼうかなと思います。まあ、結構ね長らくねつらつらお話ししちゃったんですけど、まあ、結論としてはねそういうことですね。はい、まあ、でもこの2機種ね、あの発売前から注目してましたとか、気になってましたっていう方は、まあ、ぜひこちら購入の時にね参考の一つにしていただけると嬉しいです。はい、こんな感じでこのチャンネルモノグラフではこういったガジェットのお話とかね、こういった植物とかインテリアのお話とかねよくしておりますので、もしこの動画が参考になりましたらぜひいいねもしくはチャンネル登録の方をしていただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの古市でした。バイバーイ。